国鉄が JR に移行する際、7500名の労働者が JR 会社に採用されずに国鉄生産事業団に送り込まれました。さらに3年後には国鉄生産事業団からも1047名の仲間が解雇され、東京都葛飾区区長青木克典との後継約条例が可決施行され、労働者市民から称賛され、各地自治体機関等においても同様の条例案が検討されております。アルバイトを組織化して戦うぞ。清掃は大幅賃下げを撤回しろ。昨年9月30日、東京地方裁判所は記者が逮捕した阪神組合員高橋拓也君、松野源氏君の逮捕について、逮捕無効の判決を下しました。裁判の報告を受け止めてですね、本当に2人をきちんとした形で職場に戻る、よし、そういうことがどうして言えないんですか。昭和天皇さまざまな戦い、今中央労働委員会において、東京都労働委員会での不当労働行為事件、そして大阪の第2次の事件、さらには女性差別、現役女性の差別事件、こういう裁判所の判決にもきちんと姿勢を正そうとしないというこの昭和者に対し、私たちはこの高裁所のデジタル勝利判決をてこにですね、会社の労働政策を根底から変えさせる。戦いを作り上げていきたいというふうに考えています。私は1981年の6月19日に解雇されまして、今年、30年目を迎えます。本当にですね、この30年、筆舌に口で本当に言葉で言い表すことのできない本当に悲しい思いや苦しい思いをしてきました。東武総工団結戦、頑張ろう。貧困格差社会が深まっている、そういう実態を示すものであると思います。